さあ、皆さん、ご話の翔介でございます。さあ、試合当日に上げれるよう努力しております、ゲームレビュー、今節は福岡戦でしたね、こちら、ちょっと、振り返っていきたいんですけども、まあ、まず FC 東京の方から言うと、まあ、月にやられたね、まあ、もちろんあの行くとこは行く、行けるところは行けるって部分はあったけど、多分フィニッシュのところにブロック敷かれちゃ仕方がないよ。まあ、逆になんか本当今シーズン特にそうだけど、あの5バックのチームに弱いよね、うちは。うん、今日もそうだったじゃん、相手5バック敷いてきて全然好きにやらせてもらえなくて、ね、地面だと結局ゲーム難しくしちゃったし、うん、決めるところも決めれなかったしっていうところで、まあ、けど、少なからず、湘南戦前節の札幌戦含めて、まあ、攻められっぱなしのゲームで、まあ、こういう試合にいずれはなるよなと思ってたんで、それがまあ今節だったのかなと思います。で、まあ、試合終わった後すんげえブーイング起きてたけど、まあ、好き放題言ってるファンサポーターもいたけど、そんなさね、ああさいいこうさいいとか言うんだったらさ、じゃあお前らやってみりゃいいじゃん、うん、喧嘩売ってるわけじゃないよ、うん、炎上になってるわけじゃないよ、うん、俺まず素の言葉で言ってるから、うん、あ、そうやってああしろこうしろって言うんだから、じゃあお前らがやれよ本当に。うん、俺本当にね、今日俺今これ帰り道だけどめちゃめちゃイライラしてんだわ。うん、でもそう、怒りの全てを吐かさせてもらえる今日のこのレビューは悪いけど、うん、何太郎めっちゃ狙いんだじゃん、おめえらの子って好き放題言い過ぎなんだよ。何、俺らファンサポーターそこまで偉いの、ね、金は確かに金払って見に行ってるよ、年次買ってるかもしんねえよ、じゃそんな偉いの俺たちってさ、そういうわけじゃねえと思うんだよ、なんか意味吐き違えてるよね。うん、俺そう思うんだ。そう、負けて悔しいのは分かるよ、連敗止まったのも悔しいよ、またアジサで勝てなかったよ、それ悔しい、俺だってめちゃめちゃ悔しいよ。たださ、それをさ、で選手名指してさブーイング行ったりさ、アーダコード言うのは違うんじゃねえの。うん、それ誹謗中傷捉えられてさ、訴えられても知らないぞ俺。うん、ちょっと言ってること誇張しすぎてるかもしんねえけどさ、うん、マジでね。で、まあ、一応福岡の話をすると、やっぱちょっとラフプレーというか荒いかなって感じはありました。だからそんな中でも、まあ、東京の隙見て、後半、時間帯で、まあ、先制、まあ、決勝打になったけど、まあ、決まったのは、まあ、さすがにうまいなと思ったし、まあ、相変わらず、まあ、ウェリントンも、まあ、俺確かウェリは同い年かな。そう。同い年の割にウェリはようやるなと僕は今日すごく思いました。そう、まあ本当だから俺モリゲとか、まあ今元気でやってるのは東京都の森ぐらい、モリゲとダマぐらいか。そうで、あれか、まあ対戦相手だと、まあ一番近いのがウェリ、確かウェリが同い年か1個下なんだよね。そう、まあよく動いたし、ただやっぱりウェリーはちょっと荒い部分もあったなと思いました。あと、まあ今日のゲーム、まあ大きなターニングポイントとしてはやっぱり後半、モリゲと安西がぶつかったところ、まあ、あれでちょっとまあ崩れたところ崩れたのかなと思いました。あそこで安西を無理強いさせる必要なかったと思うよ、うん、逆に、うん、あそこで安西下げても俺は良かったと思う。脳震盪ってことで、脳震盪の抗体の剣1枚使っても良かったと思うよ俺は。だから結果として無理強いしてね、悪化させてたわけだから、そこはまあピーターとかねえ、ちょっと反省でしょって思います。で、まあねえ、まあ、ファンサポーターに関してまあ言えば、
ね、あの最近のファンサポーターに言われてもってさ思う人もいるかもしんないけど、悪い、俺お前らと違うんだ、つい最近東京好きになったファンサポーターじゃねえんだ。まあうちのセット見れば分かるかもしんないけど、うん、まあ今日ちょっと今日とかこの間も話あったけど、そう俺自身もしっかりしなきゃいけないんだもん。歴としてもそう今まで通り周りと同じように軽い気持ちで試合迎えて迎えちゃいけねえのよ。そうだから煽り動画でも勝たなきゃいけない勝ち点3っていう部分では強調してるし、そうみんなの自主性、あの応援に関してもそう、あのもっと声出してほしいっていうのは俺言ってるし、そういう部分はこれからも言っていこうと思うんだけど、見てるグループ内にしてくれよって思われるかもしんないけどさ、それじゃ何も変わんねえんだよ FC 東京って。結局あれチームを変えるんだったら、そう俺がやっぱりこういうところでしっかりと発信していかないと。そうどうせ小原が何言ったってどうせ悔しいですね、厳しい状況しか言わねえじゃん。あいつは結局それしか言わねえんだよ。ゴールラの意識とかさ応援の意識変えたとか誰がやるとしてやっぱり長く進めて俺でしょ。はっきり言わせてもらうよ、うん、選手あえて名指ししてアートコーダー言うやつはもういらないよ。ゴールラに来んなよ、うん、ずっとイライラしたからね本当に、うん、ああしろこうしてじゃあてめえらがやれよしたらって話だよ結論ね、うん、やれんだろ言ってんだったら言ってんだとやるんだろ、じゃあやってくださいよピーターなりさ山岸さんに言ってさ、うん、俺こういうことできるからそう東京選手にやってみろじゃんもう子供の遊びじゃねえんだよ、うん、悪いけど選手がやってんのはプロスポーツなんだよ、うん、でまあ選手たちにも言えんのはもうちょっと走ってほしい、もうちょっと やれるとこやってほしい、でも倒れるまでやってほしい。もうこれも傭兵とも話したけど試合終わった後倒れるまでやってほしい、もうちょっと真剣にやってほしいなと思いました。はい、というわけで、まあ、今日のレビューはこんなところで、はい、次柏なんで、まあ、柏は行かないんで次のレビューは新潟になるんで、はい、もう思う存分皆さんコメントどうぞ、はい、うん、ただ選手の誹謗中傷許さないからね俺は。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。